こんにちは、カオルンです。今日はですね、最近流行ってきている骨をね伝って音をね聞くね骨伝導イヤホン、こちらのねめちゃめちゃ最強なものがね2月に発売するということで、事前レビューをやっていきたいと思います。それがこちらです。ドン、ショックスのオープンランプロでございます。イエイ。一般的なねイヤホンはねノイズキャンセリングでねしっかり自分の空間の中で音を聞こうとするねイヤホンが多いんですけれども、このねショックスさんのイヤホンは骨伝導イヤホンと呼ばれるオープン型のね耳が開いてて周りが聞こえるイヤホンが主流となっています。まずね骨伝導イヤホンがねどういう仕組みかと言いますと、一般的なイヤホンはね空気が振動して、その振動した音がね耳の空間に入ってきて、そこでね鼓膜が振動して皆さんに聞こえるという感じなんですが、骨伝導の場合はこのね皆さんが体の中に入っている骨をね揺らして、その骨でね直接脳の方に伝っていくというね仕組みになっておりますので、もしね耳に障害がある方でも将来的にはもっともっと骨を通して周りの音をね聞くことができるね、とてもすごいね有望性のある機能になっております。このね骨伝導イヤホン、メリットがねたくさんありまして、まずはね耳を塞がないということで、一般的なイヤホンだとずっとつけているとね疲れてしまったりとかね、あとはね難聴のね恐れになってしまうこともあるんですが、このね骨伝導イヤホンはつけていてもねそういう心配がねとっても少ないね安心安全なねイヤホンでございます。あとはですね、運転しながら、こちらはね普通のイヤホンだったら耳を塞いでしまうので危険運転扱いになってしまうんですけれども、この骨伝導はねつけていてね OK というのでね最強でございます。あとはね僕が一番魅力的に感じたのが、最近コロナでテレワークも増えてきたのでね、夜ね外を走ってねマラソンをしています。そのねマラソンをしている時にいつもねイヤホンを聞きながらねこうモチベーションを高めているんですけれども、どうしてもね耳を塞いでしまっているので、運転しているね車に轢かれてしまったりとか、あとは夜なのでちょっと怖い人がいないか、そういうのがね心配になります。なんですが骨伝導イヤホンだったらねそういうのもね耳が開いているので心配が少ないということでね、とても魅力的に感じました。ただねこの骨伝導のイヤホン、デメリットもあるんですよ。それがですね、音質が悪い。やっぱり一般的な耳のね空間の中で聞くイヤホンとは違ってね、骨を通して聞いているので、まあ高音とかね中音域に関してはね少し聞けたりがするんですが、このね空間の中でねガンガン響く重低音、こちらがね聞きづらくなっております。しかしね今回紹介するオープンランプロ、こちらはね重低音がしっかりチューニングされているということで、とっても楽しみになっております。僕の大好きなガジェット系 YouTuber さんのセゴリタ三世さんもですね、実機でレビューをされておりまして、めちゃめちゃ音がいいとねおっしゃっていたので、本当にね楽しみにしています。そしてね僕はですね今回骨伝導イヤホンというのをね人生で手にするのが初めてで、流行ってきてからねとっても気にはなっていましたけど、ちょっとね不安要素もあったので、もしかしたらねこの見てくれている方皆さんの中にもね骨伝導イヤホンね初めて使う、今までね使ったことがないですというね方もいらっしゃると思うのでね、その気持ちをねまずは皆さんと一緒にね共有をしていきたいと思います。それでは基本スペックいっていきましょう。まず値段が 23,880 円となっております。十分ね高級機の値段となっております。色はね4種類ございまして、ブラック、ブルー、ベージュ、ピンクとなっております。重量がね 29g となっておりましてね、これねどれくらい軽いかというと、だいたい野菜のねピーマン1個分となっております。ピーマン1個だったらねめちゃめちゃ軽くないですか。そして今回ここが一番魅力的な改善ポイント、音質ですね。こちらねショックスさんがねオリジナルでね使われている機能、ショックスターボピッチというものが入っておりまして、今回ね重低音がねすごく改善されているそうです。さらにさらにデュアルノイズキャンセリングマイクをね搭載しているということで、左右にねマイクを持っていますので、走っている時なんかもね通話をしながらね快適に楽しむことができます。連続再生時間は10時間再生ということでね、こちらね前ねショックスさん出してたモデルでねめちゃめちゃ売れてたね骨伝導イヤホンあるんですけれども、まあこの時と比べて2時間ぐらい増えたかな、まあここら辺はあんまり、気にしなくていいかなと思います。そして次に今回新たに加わったのが急速充電対応ということで、5分の充電でねなんとね 1.5 時間再生使えます。
あ、充電し忘れてしまったなんかもね、ちょっと5分ね、充電すればね、ちょっと出かけたりとか、あとはね、車運転したりとか、マラソンに行けますのでね、全然ここら辺は心配ございません。さらにね、IPX55 ということで、多少のね、汗とか雨、あとはですね、砂吹雪とか、ここら辺は大丈夫になっております。さらにさらに今回新たに加わったのが、アプリ機能、追加されました。今までね、ボタン操作でやっていたね、いろんな操作、こちらがね、アプリでできるようになりましたし、あとはですね、イコライザーも入ってるということで、今回ね、スタンダードと、あとはね、ボーカルモードの2種類があるみたいです。まあ2種類っていうことでね、ちょっと少ない気もするんですが、この2種類でね、しっかり違いがあるのか、これはね、発売されてからね、レビューをしていきたいと思います。あとは最近流行ってきているマルチポイントにもね、対応しているということで、自分のスマートフォンと、あとはね、テレワークで使用するパソコンなんかをね、2台でね、つなぐことができます。僕がね、よくマルチポイントでね、いいなと思って使ってる機能は、外をね、マラソンで走ってる時はスマートフォンで音楽を聴くんですが、中でね、何か作業をね、中っていうのは家の中で作業していて、何かね、聞きながらやりたいなと思った時は、パソコンのね、中に入ってるね、DVD とか、あとはね、ライブ映像、こちらをね、聞きたいと思ってね、よくね、自分のパソコンで切り替えて、聞いております。さあ次はね、どんな付属品があるかということでね、今回僕は持っていませんので、実際にサイトにあるね、写真どうぞ。写真見てもらうとね、付属品結構ね、おしゃれだったりとか、パッケージもね、クールに仕上がっておりますが、今回ね、充電ケーブルがなんとタイプ C とかではね、ないみたいで、ショックズさんオリジナルのね、ケーブルになっているので、ちょっとね、そこが気になりました。ただね、ケースは結構ね、でっかそうですけどね、かっこいいデザインになっているので、そこはね、めちゃめちゃ楽しみにしてます。そして今回なんで事前レビューをしたかと言いますと、もちろんね、楽しみすぎてね、皆さんにね、一緒に共有したいというのもあったんですが、なんとね、今クラウドファンディングをやっております。このクラウドファンディング、なんとね、発売されてから定価で 23,880 円なんですけれども、今だったらね、2枚ちょっとかな、ぐらいで買うことができるのでね、皆さん今のうちにね、ぜひぜひチェックしてみてください。製品ホームページね、このクラウドファンディング含めてね、概要欄に貼っておきます。僕はですね、今回ピンクがね、ちょっと気になっておりまして、ベージュとピンクに関してはクラウドファンディングではね、やっていないということなので、まあブルーでもいいかなって思うんですけど、ちょっとね、今検討中でございます。さあそれではね、まとめに行ってみましょう。はい、ということで今回は今流行ってきている骨伝導イヤホンの中のね、最強で、なるであろうというね、ショックズさんのオープンランプロ、こちらをね、事前レビューしていきました。やっぱりね、骨伝導の一番のデメリットであった音質、こちらのね、重低音がしっかりね、チューニングされて、いるというふうにね、書かれておりましたのでね、めちゃめちゃ楽しみに、待っていたいと思います。ぜひね、皆さんもチェックしてみてください。皆さんと一緒に、検証をしていきたいと思います。ぜひね、お待ちください。ということで、今回もカオルの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人をね、目標にね、マジで頑張っております。ぜひね、よろしくお願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。